はい、どうも皆さん、こんにちは、ケンツミシです。ですね、今日は、今日もね、動画を、撮っていくんですけども、まあ、今日はね、いつもより違ったことをやろうと。で、その、まあ、ゴーレムを知りたくて自分の、登録、チャンネル登録とか、動画を見てくださっている方もいると思うんですけど、まあ、そこはね、まあ、今回お試しというか、結構ね、違う、ことをしてみようっていうか、やっぱ変化大事かなと思って、やってみますと。いうわけなんで、またね、こういう動画も、ぜひやってほしいとかなったら、まあ、コメントしてもらってもいいですし、まあ、コメント稼ぎだと思うなら、まあ、自分のコメントに、グーボタン、グッジョブを押してくれるとありがたいです。で、まあね、他にもリクエストとかあったら、まあ、ぜひね、どんどん言ってください。別にホグ使えとかでもやりますし、で、撮れてるかな？ちょっと待ってくださいね。撮れてますね。で、まあ、今回やっていくのは、まあ、サムネ、にある通り、ちょっとすいません、噛んで。サムネにある通り、自分のデッキを作ろうっていう話題でやっていきます。話題というかテーマね。で、まあ、公に他の人から言われたりするのを、基づいて考えるとなんか、まあね、ケンツメシデッキだとか、ケンツメシデッキネオだとか、まあそれは、今は、もうそれが、その言葉で通じやすいんで自分も使ってますと。で、まあ、これが、絶対俺のデッキって言うつもりはありませんと。ただ、まあ、それぞれの、なんでしょう、特徴的なデッキ、例えば、ルールー姫さんだったら、ラバデッキ。あれも、あの人が自作で作った。何も参考しずに作って、で、それがたまたま被ったとしても、作ったっていうところが非常に大きいんですよ、クララっていうのは。自分の思いを語ってますと。いや、やっぱ自分のデッキを作るっていうのは、何がいいかっていうと、制作者の意図がわかるんですよ。自分が作ったから。だから、相手がこのユニット出してきたら、このユニットで対処しようとか、でこことここを組み合わせてこう攻めようだとか。で、結局何がしたいかっていう目的を持ってデッキを組むはずなので、その制作者が使ったら強いに決まってるんですよ。で、それを他の人がコピーしてもうまく使いこなせない。そうやって自分だけ、自分に合ったデッキを見つけて、作って試行錯誤して、で、勝っていくっていうのが、このクララっていうゲームの、まあ、楽しさっていうか、楽しみ方の一つだと思うんですよ、僕はね。で、自分は、なんでしょう。例えば、友達とね、外食行ったりしても、同じメニューを選びたくないみたいな。なんかね、人と違うさ、メニューを選びたいなとかいうのがあって、まあね、それが、まあ、俗に言うテンプレ嫌いというか、テンプレは強いんですけど、あえて違うやつを使ってみたいなっていうのが思いがあって、で、まずそれで自分が目をつけたのはゴーレムなんですよ。で、そのゴーレムを主軸にしてやろうと思ったんですよ。で、その時に、ゴーレムかと思って、で、ゴーレムと何を組み合わせようかって思った時に、次にあんま人気のなかったアーチャー。で、自分、トロフィー4600ぐらいまでは無課金でやってたんですよ、昔。なので、ノーマル主体で組もうと。いう感じで、ゴーレム、アーチャー、そしてノーマル主体。で、無課金。だから、俺はウルトラレアを使わないって決めたんですよ、その時に。で、できたデッキが、こちらです。初期。自分が、トロフィー2000ぐらいの時だったかな。このデッキ。で、この時は、PPP と言って、ペッカ、プリンス、ダークプリンスのデッキが流行っていたんですよ。なので、こういうゴブゴヤとか、ちまちましたやつで、そのデッキをメタルというか、その環境に有利なデッキを自分は作って、トロフィーを上げてたんですよ。けど、徐々にポイズンとかが流行ってきたので、デッキを変えなきゃなっていうことで、まあ、それが変化なんですよ、デッキの。で、まあ、あとは新カードですね。新ユニットが出た時に、それに変えるかっていう。まあ、そこら辺を加味していくと、まあね、デッキをうまく作れるかなと思います。で、自分は、この初期に作ったこれを軸にしてるので、これをずっと使ってますと。まあ、こんな感じのようなのをずっと使ってますし、自分もおすすめしてますし、自分がうまいうまい言われてるのは、俺自身はあんまうまいと思ってないんですよ。で、やっぱそれはデッキの慣れがあるからで、その自分がホグ使っても本当にもうダメなんで、俺のホグは。アイゴルホグとかホグが先行しちゃう時があるぐらい、すっごい下手くそで、で、そう、すっごい下手くそなんで、もう本当にやっぱその人それぞれさ、自分のなんていうの、俺はこの使い手になるんだみたいなね、決めてほしいし、やっぱ自分のデッキで勝つ喜びを本当に分かってほしい。これが本当に楽しいから、で、まあ、最強クラン決定戦も、あと自分と相手のね、チンスケ隊長って方は、チンスケ隊長は、ジャイボーラーを、まあ、ずっと使ってて、マルチでも使ってる方なんですよ。で、そういう方がやっぱその自分のデッキに来てくれて、俺も嬉しかったんですよ。で、ゴーレムとジャイ、相性いろいろあるとか思ってるかもしれないですけど、自分はジャイボーラー苦手ですし、まあ、向こうもゴーレムが苦手だったかもしれないけど、やっぱその自分で作ったデッキっていうのは、なぜかそれで戦いたくなるし、
やっぱ勝つと嬉しいし、で、負けても、あ、ここがダメだったんだなって言って、次につながることができるんですよ。なんで、そういうのを大事にしてほしい。まあ、上から目線ですけど、少しでも、ね、そのまあ、だからといって、人のデッキパクんなとか、テンプレとかじゃないけど、人のデッキをパクって、なんか合わないなと思ったら、聞く前に、その人に、こここうした方がいいですかって聞く前に、自分がそれを変えてみて、使ってどう思ったかってのが大事なんですよ。やっぱその制作者、俺の、例えばね、このデッキで、あの、ポイズン5の方が良くないですかって言われても、俺は、5を試した結果、ポイズンにしたわけなんですよ。自分のね、自分はオーブンとか苦手だから、ポイズンを使おうとか、マスケットを倒すためにポイズンを使おうとか、いろいろ目的があるんですよ。なんで、その5にしようと思った人は、なぜ5にしようかって思ったのかとか、それを使ってみてどうだったか、どうだったのかみたいなところが、本当に大事なんですよ。で、自分はこのデッキを使ってた時に、まずこの時メガゴとか出てなかったんですよ。で、やっぱこの今となったらあんま考えれないじゃないですか、この3つのカードは。で、自分がまず変えたのは、やっぱそのゴーレムと言ったらポイズンみたいなね。あの昔の遅延付きのめっちゃ強いポイズン。ゴーレムといえばポイズンってあったんで、自分はゴルポイを嫌だと。さっきの言ったテンプレね。で、5に変えたんですけど、あ、やっぱポイズン強いなと。まあ、そこは折れました。なんか昔はね、なんだっけ、ゴーレムにポイズンとかチキンみたいなことをね、まあ、冗談でも言ってましたわ。けど、やっぱゴーレムにはポイズン。で、5も確かに強いけど、剣詰め師はポイズンが好き。それは、今後も変わんないと思うし、まあね、やっぱそのユニットレベルとかでマルチとかは変わるかもしれないけど、自分はポイズンにここを変えました、まずね。あ、今日こんな感じであの、どうやったらデッキを作れるかとか、そういうのをちょっとアドバイスっていうか、まあ僕、剣詰め師の言葉とか、剣詰め師の考えでよかったら、俺のね、意見を参考にしてほしいっていう動画です。なので、ふざけんなお前、時間無駄なんだよって方は、どうぞここでお帰りくださいというわけで、まあね、ぜひ、まあ見てくれてる方に、聞いてほしいですと。で、ゴブゴヤっていうのがやっぱ、ポイズンが流行ったせいで腐っちゃったんですよ。なので、一コスにしようと。一コスにしてみようとっていうことで、こうしたんですよ。ふーんと。なるほど、なるほどと。でも結局、スケルトンどうやって使うんだみたいなね。なっちゃって、と思って、とりあえずこのデッキやってました。しばらく、どんぐらいだったかな ?3500 ぐらいまでかな ?3650 とかもうこんぐらいだったかな。で、そこで登場したのがこのカード。メガガーゴイル。はい。で、これが出て、やっぱ強かった。メガゴは、あの時に。だから、誰しものデッキにも入ってる。今も入ってる。で、そのメガゴをどうやって使おうかって思った時に、ホグライダーはバーバリアンで防げるなと。じゃあ自分はなんで大砲入れてたんだ?ジャイアントがいたし、まあ、やっぱバルーンとかの施設だなと思ったんだけど、でもなぁと思って。ミニペッカでもいいんじゃねえかと思ったけど、それだったらね、空軍に対応できないしと思った時に、あ、メガゴがいいんじゃねえかと。空飛ぶミニペッカみたいな感じだからメガゴがいいんじゃないかっていうことでこれを入れましたと。で、これを使ってたときに、あ、強いなと。あ、これは強いなと思って、で、どうしようかって思ったときに、アイススピードで、アーチャーとかのマスケをね、一発受けれるってことを知ったんですよ。なので、あ、アイスピ使ってみようと。っていうことで、ここにぶち込んだ結果できたのが、まあ、いわゆる剣詰めしデッキと言われるようになったデッキなんですよ。で、自分はこうやってやっぱ、最初からここにたどり着くんじゃなくて、使ってみて、ね、その時の環境とかで流行ってるカードとか見て、どう変えるかっていう感じで、組んだんですよ。で、今の環境はエリートバーバリアンとスケラッシュが強い。で、エリートバーバリアンが強いから、まあ、当然ね、バーバリアンを、エリートバーバリアンにしたと。うん。で、エリートバーバリアンが流行っている、スケラッシュが流行っている、エリートバーバリアンをどうやって止めるか、アイスゴーレムで誘導が一番いいな、で、アイスピも下方修正来たし、別にホグにアイスピつけるとかって使わないから、ただの手札回し要因だから、アイスピはもういらないなと。ということで、ここにぶち込んだ。これが、こちら。あ、間違えた。待って。で、ごめんね。ちょっとカッコつけた。で、これが、ね、自分も紹介したやつ。けど、これを使ってみて、確かにバランスは良かった。けれど、バルーンに対しての火力が足りない、アーチャーの。
どうしても一発入ってしまうタワーに。とか、やっぱスケルトンラッシュが強かった。っていうのと、あと一つは、ゴーレム出してアーチャー出すじゃないですか。そうすると、相手は大体、エリババをアーチャーの方に出して、そっからゴーレムを処理しに来るんですよ。もしくは、スケルトン部隊で、アーチャーを取り囲むみたいな感じをしてくるんで、アーチャーを攻撃につけると、地上ユニットにやられちゃうなと。自分は分かったわけですよ。で、スケルトンラッシュにも強いガーゴイルをぶち込んでみたと。そしてできたのが、まあ、今使ってるね。まあ、最強クラン決定戦も使ってる、このデッキに落ち着いたっていう。ちょっと待って、これめっちゃ長くなっちゃったね。じゃあ話下手かよ。まあまあまあ、いいっすか。いつもはこんくらいですもんね。で、何が言いたいかっていうと、最初から、その完璧なデッキには行き着かないので、ぜひ自分が使いたいと思うユニットを、一つ主役を決めてやるんですよ。で、こっちのね、剣詰めしてきネオ。まあ、ここアイスピーでもいいですけど、ネオは、なぜこういう編成になったかっていうと、まず、自分はゴーレムとエリポンは、絶対2枚固定したいと。理由は、エリポンでアドバンテージを取ると、やはりゴーレムが生きるし、ゴーレムを出した後の隙をなくすためにエリクサーポンプを欲しいと。いうわけで、この2枚を入れようと。けど、エリポン置いた瞬間に、ホグが来るし、あの堀が削りに来るし、嫌だなぁと。思った時に、あ、トルネードが情報修正されたと。情報修正されたことによって、キングイードできる可能性が広がったと。だから、エリポンを置いた瞬間にホグが来ても、トルネードで誘導できるじゃないかってことで、この3枚が決まった。で、あとは、まあ、エリトババリアンが流行ってるから、言えると。で、エリトババリアンが、流行ってるから、対処法として、これ。で、あとは、まあ、これみたいなね。結局、最初に組んだ、剣詰めデッキが元となって、でそこで、ここら辺のね、カード修正によって変わったのが、このネオンなんですよ。で、逆に今なんでネオンを使ってないかっていうと、トルネードが、スケープ隊に対して2発当てないといけないんですよ。その点、ザップは一瞬でボーンって吹き飛ぶし、ゴーレムが分裂した後のタゲをね、リセットするときにもザップは使えると。インフェルノタワーを、リセットするのにも使えると。いうわけで、自分はやはりこちらに落ち着いたわけなんですよ。で、エリポンを使いたい。で、エリポン使ったらどんなメリット、デメリットがあるのか。そのデメリットをなくすカードはトルネードみたいな感じで、どんどん繋げていくとデッキが組めると思います。で、今は、とりあえずここら辺のカードが強い。アイスゴーレム、メガゴー、エリババ、スケルトン、アイスピーが強いから、4枚ぐらいは多分ね、固定されてると思うんですよ。大体はね。だけど、その主軸のカードを何にするかっていうのがすっごい大事です。例えば、一番ね、自分のデッキ作るのに、なんだろう。一番いいのは、間違いなく新ユニットが追加された瞬間。うん。新ユニットが追加された瞬間が一番いい。何がいいかって、まあ、自分もデッキに入れることができるし、新ユニットによって環境がどのように変わるかっていうのを考察するといい。で、この、ダーツゴブリン、フキアゴブリンは、射程がロイヤルジャイアント。で、移動速度が、リトババリアン。で、まあね、攻撃速度が 0.7 秒。で、やばい、喋りすぎて、ちょっと喉乾いた。まあいいや。ちょっと待ってください。ちょっと飲み物飲みますね。喋りすぎた。すいません、失礼しました。結構自分でこんな感じで、ラフな感じで動画撮影してるんで。で、このカードを入れるときに、やっぱ自分のキングの後ろに出すだけで、スケルトンラッシュに対して攻撃できるんですよ。そうすると、スケルトンラッシュファイボは絶対相手打てないじゃないですか。なので、スケルトンラッシュフリーズが増えるなと。っていうことは、フリーズさえ読めば、タイミングずらせば防衛できるなっていう分かるんで、おそらくスケルトンラッシュが減るんじゃないかっていう、結論に至るわけですよ。で、このダーツゴブリンっていうのは、ザップで死なずに、ローリングウッドで死ぬんですよ。ってことは、ローリングウッドが流行るなと。で、そしたらこれを出して、ここにローリングウッド打たせて、プリンセスを生き残らせよう、みたいなね、感じでやったりとか、これをね、含めた、まあ、ザップとローリングウッドの枯渇事件簿みたいなね、ちまちまするデッキとかを組めるわけです。で、皆さんにいくつかヒントを出すと、まあ自分はもう、フキアゴブリンのゴーレムデッキを考えてます。それはまたおいおい発表しますけど、もう、構造ババリアンとか、ゴブリンギャングとか、
シコニンファルチェだっけ、出てますよ、あの情報が。で、シコニンファルチェっていうのは、空にも通用する、ちょっと威力が下がったボーラーなんで、迫撃砲を出して、後ろにシコニンファルチェをつけたら、嫌じゃん、相手からしたら。そう、相手が嫌だなって思うコンボ、まず、考える。で、それを入れる。で、そしたら、じゃあそのコンボを成立させるためには、どのような編成がいいのかっていうのに始まるんですよ。で、なんで、ぜひあのデッキ迷っている方は、執行人ファルチェと迫撃砲を組み合わせたりとか、そういうので考えてみたりするのがいいです。そうですね。まあ、あとは今はネクロとか、ダークプリンスとか、まあ、レイジとかね、いろいろ、ウィザードとかね、まあ、使われてないカードとかいっぱいありますし、まあ、そういうのをね、まあ、ぜひ見てほしい。で、今はトルネードが流行ってる。最強クランクテストでもあったように。で、強いので、まあ、トルネードとエリポンを組み合わせりしたデッキっていうのが強い。なので、ちょっとね、重量系を使いたいんだけど、うまくデッキが回せないって方は、トルネードと、エリポンを入れるだけで変わるかもしれないです。なので、その自分が、一回デッキを作るってことに向き合ってほしいんですよ。それが、結果誰かと同じデッキに行き着こうが、あの、ホグのテンプレに行き着こうが、それは何だっていいんですよ。自分で考えて、作った瞬間、それが、誰かの強いテンプレになったんだったら、じゃ自分の思考回路は正しいというか、自信を持っていいってことなんだっていうことで、あの、どんどんね、課題点がその見つかると思うんですよ。で、クラロワってやっぱ、勝ち負けあるゲームですし、その負けて学ぶってことが一番大きくて、やっぱそれがね、次につながるし、自分も結構ね、あの、負けるときは負けるんですよ。で、負けるときに、なぜ負けたのかっていうところを考えると、すごい次につながるし、たかがね、ゲームでそんなに考えたくねえわって方はいいんですけど、まあ、やるなら、勝って楽しみたいっていうのがあると思うんで、そういうのはね、結構、楽しいです。で、デッキをね、あの、デッキ作るとか、時とかに、結構、いい遊びっていうのは、誰かね、友達と通話とかして、1から200までの番号は適当に言うんですよ。38って。そしたら、その人は、グローバルランカーの38番目の人を選んで、で、ここだけ見て、デッキコピーするみたいな。で、それで戦うみたいなね。のをやると、お互いが、その初めて使うカードとかあって、見えてくるものがあるので、ね、そうやって自分のね、使ったことないカードでも、やっぱ視野が広がるし、まあ、楽しいので、まあ、そういうのがいいかなって思って。やってみました。すごいね、話下手だし、いっぱい言いたいことあるし、で、尺がね、長くなっちゃったけど、今日はこういう動画でした。あの、すいません。あの、本当になんか下手くそなんで、まあ、こんな感じでちょっとね、なんだろう、自分のクラロワ論というか、そういうのをね、ちょっと今回語ってみましたというわけで、まあ皆さんもね、ぜひデッキなど作ってみて、ね、暗めに自慢などしたりして、楽しんでください。では、以上、ケンツメシでした。はい、失礼します。